させていただきます。横井です。よろしくお願いします。今日はどうもお集まりいただきありがとうございました。この MR1708 航海の、観測内容について、お話しいたします。まず、大雑把に目的が2つありまして、1つは、東部のインド洋東部に今展開中の ADCP 係留計や M トライトン V を、入れ替える、もしくは新しいのを、入れるといった作業を、まずやった後に、スマトラ島の、西岸沖で、定点を設定しまして、その定点観測を行うといった大きく分けて2つの、2つを実施します。はじめに、少しだけ、我々が何を捉えようとしているかということをご紹介しますと、まずこのスマトラ島、西岸域、ここにスマトラ島があって、その西岸域っていうのは、インド洋、それから太平洋を 見回しましても、雨の多い、領域でして、我々は降水を観測しに、行こうということで、でかつですね、このスマトラ島西岸域っていうのは、インド洋ダイポールという東西の、海面水温パターンの、片方の作用中心でもありまして、そこでは、例えば、とある都市に海面水温が低下すると、雲が起きにくくなるとか、とある都市逆の負の都市に、海面水温が高いと雲ができやすくなる。また、それに付随して、海上の、風の、海上風の、風向、風速も、変化しまして、そうすると、例えば、この年には、南東風が強まるために、その、影響で海が、海洋側では、アヒョウス、下から、アヒョウ層の、水、海水が、表面にまで上がってくる湧昇というのが強化される。そうすると、海面水温がさらに、低下して、で、大気にも影響を与える。さらに、などの、現象が、あるということです。で、一つの我々の観測のこちらのターゲットは、季節マッデンジュリアン振動 MJO と言われている大気の現象で、これはざっくり言いますと、東西規模数千キロメートルの、雲の発生しやすい地域が、熱帯インド洋からゆっくりと、東に進んできて中部太平洋まで、到達するといった現象で、こういうのが1ヶ月から2ヶ月程度の周期で、繰り返し発生すると。で、ここで我々が注目しているのはこの、西から東に進む MJO がインドネシア海大陸で、ちょっと、挙動が変化変わっているということが、例えば衛星観測などから、捉えられていまして、ものによっては海大陸を、避けるように進むとか、ものによっては海大陸を越えれずに、衰退していくと。ということで、この海大陸というのがこの、我々が見ようとしている MJO にとって、結構、影響が大きいということで、今回この海大陸の入り口である一番西端で、どのような、雲や降水のプロセスが、あって、それが MJO が、MJO の中の雲や降水がどのように変化するのかといったことをレーダーや、ラジオゾンデでなどで捉えていきたいというふうに考えております。それから、もう一つが、これも大気の現象ですけれども、雨の、1日の変化です。で、これはですね、2年前の、未来の観測の結果のレーダーの、絵を、示しておりますけれども、このようにですね、これ場所がですね、ここの0がちょうど海岸線で、それよりも右側が陸域、左側が海域で、時間が上から下に流れているんですけれども、毎日毎日、5個、これ点々点々が朝の7時で、午後に陸上で、降水がまず見られて、それが時間とともに、沖合に電波し、移動していくといった様子が、
とある時期には毎日のように見られる。で、それがですね、2年前に、MJO の対流、降水域がやってきたこの日以降、この日変化の様子がガラッと変わって、不明瞭になっている。でこのようにですね、MJO が日変化に、影響を及ぼしているようなんですけども、じゃあ、どのような、からくりで、日変化に影響を及ぼしているのかということを、観測で捉えたい。でもし可能ならば、逆にじゃあ日変化がじゃあ MJO にどういう影響を及ぼしているのかということも、知りたいなというような、 MJO とこの降水日変化のが相互にどういう影響を及ぼし合っているかということを、捉えたいというふうに考えております。あと、海洋側ではですね、このスマトラ島、沖では、沿岸優勝が、よく、頻繁に見られている、よく見られるということで、島に沿った南東風が、の影響で、亜氷層から海水が、上がってくると。でこれが、表層は表層の水温塩分のみならず栄養塩を変えるので生態系も何にも影響があるだろうと。で通常この沿岸優勝はもうちょっと早い季節に顕著なんですけれども、 MJO の通過前だとか、もしくは、インドダイポール現象の、移送によっては12月にも観測されることがあるということで、この、沿岸優勝も捉えられるかもしれないということを、このようなことは、科学的な、研究対象として、我々心に、持っていて、で観測をするということになっております。では、今考えています公開スケジュールですけれども、シンガポール、出港後、今日の、午後から、連続観測を開始できる13時半頃予定というふうに聞いておりますけれども、13時半から、観測が、できるので、レーダーを回すとか、などを行います。でその後、ずっと走っていって、おそらく、11月25日の明け方には、赤道の90度イーストまで到達できるというふうに思っています。でここに我々ある ADCP の係留計を回収設置する。で続いて、1.5 度サウスの90度イーストに行って、ここで M トライトン V を回収する。この辺の話は後で詳しくします。で続いて、8度 S の95度イーストに行って、ここでも M トライトン V を設置回収する。で5度 S の95度イーストに行って、ここでも、設置回収をして、もう一個アルゴフロートを、ここで2機投入いたします。その後5度サウス100度イーストに行って、ここにも M トライトン V を設置し、側線観測をしながら、定点に入っていって、スマトラ島のすぐ、西岸沖で定点観測を1月1日頃までやり、側線を戻って、で最後、側線を戻りながら側線観測をして、最後ジャカルタに1月の4日、入港する。で1月の6日にジャカルタを出港しまして、一路、那覇が、沖縄に、帰りつつ、連続観測計を回しながら、ラジオゾーンでの観測を行うといったのが大まかな流れになっております。で、連続観測機器としましては、我々が特に、データを取りたいと思っていますのは、大気側では C バンドの気象レーダー、それから一般海上気象と、それから C ロメーターのデータ、これらは固定のものですけれども、それ以外に持ち込みとしてライダー、それからマイクロレインレーダー、原用装置のすぐ、どちらあるわ、右舷側にの一段低いところについてます、マイクロレインレーダー、それから、ディスドローメーター、マックスドアーズ、スカイラジオメーター、降水サンプラーあたりは原用装置の上についている、付けた装置です。それから、水蒸気同位対比分析計と、一酸化炭素オゾンエアロゾルは、
空気を取り込んで、汎用観測室で、分析を行っております。で、あと、過去、炎色積算した、水蒸気量を測るために、後部操舵室の上に、GNSS、衛星測位システムの受信機を置いております。海洋側としましては、船底の ADCP を、とそれから表層の連続測定に関してデータを、取りたい。それから、停転中のみですけれども、表の、アルベドブームのところから、シースネークを垂らして、表層の水温の連続測定を行いたいというふうに考えております。でここから、ADCP とかトライトンなんですけども、今回、ケール系の話ですけど、今回は、先ほどお話にも出ましたけど、この絵で言うと青いところに赤道90度イーストに ADCP が入って、これは、回収して設置します。でいつもとはほとんどいつもと同じパターンですね。で 1.5 度サウスの90度イーストの M トライトンはですね、トップ V がもう流れて別途回収されているので、1.6 で切れてるっていうことなので、ほとんどのセンサーついても真下に落ちている。でちょうど右下に絵があると思うんですけども、ガラス玉のところまで浮力があるので立ち上がってて、そこから先が全部、海底に落ちているっていう状況になっているかと思います。で、まあ後でちょっと説明ありますけれども、切り離しかけてガラス玉の浮力で、上がればそのまま回収できますけれども、下に倒れて何かに絡まっている可能性もあって、十分上まで上がらないかもしれないということが一つと、あとガラス玉の浮力がちょっと流れが強いと浮力が十分足らずに、表層付近をプカプカといって頭が出たり出なかったりで見えなくなってしまう可能性もあるので、まあ、そのあたりを、どうするかっていう話になってくるので、ちょっと詳細はこの後お話しします。でその他は、8度サウス5度サウスはいつものトライトンの場所で設置回収をする。あとはスマートラの定点のそばの5度サウスの100度イーストっていうのが今回、初めて入れるところの測定になるんですね。まあ海底地形平らなところではあると思うんですけれども、ちょっと C ビームの情報があんまりないので、もし早めに着くようであれば、まあ、1回通ればほぼ平らなので、十分に進んでいると思って、それができればなというところですね。で、まあ、経理の作業の細かい話はまた別途相談させていただきたいんですけれども、ADCB に関しては、朝回収の時は、7時ぐらいに話しかけて、で8時から作業開始というような形で、ADCP に関しては当日設置も行っちゃうので、まあ、昼過ぎ12時半とか1時ぐらいから作業開始して、まあ、2時間3時間程度で回収が終わって、その後の CTD をやるというような形になるかと思います。でトライトン、 M トライトンの方はですね、設置は、まあ、8時事前の準備をマニワック中心にしてですね、まあ、デッキの思いを準備していただいて8時に作業開始という形を取らせていただく。昼ぐらいまでには終わるかな。でここは CDD をやる形ですね。で回収の方はですね、回収前の CTD が必要なので6時にちょっと早いですけども CTD をやっていただいてですね、で7時に、リリーサーのイネーブルコマンドをかけて切り離しして、8時
から作業開始で作業を手下ろしていただくというような形になるかと。トライトンの場所では、設置後の CTD と回収前の CTD をいつも通りやっていただければと思います。回収同じ絵ですけど、全体的には、ADCP の、回収設置があって、次 M トライトンの回収があって、一番南に行って M トライトンの設置回収で、後藤さん設置回収で、東の100度下に行って設置を行うというような流れに。で、まあ、IDCP 自体は、いつもと変わらずに、こんな経緯になっていて、まあ、詳細はまた別途お話ししていただければと思います。で、経歴はそんなところなんですけれども、ちょっと総会を含めた話は後で横田さんの方から話されるんですけども、あと一つはですね、ウェブグライダー今後もやりますので、その話をちょっとさせていただきたいと思います。で、投入がですね、ゴトサウスの、V の回収後ですね、回収後に5S100 ですね。だから最後の測定の設置後に投入になります。で、目的は、海面フラックス計測の確率と減少把握ということで、入れた、ウェブグライダーを最後に入れる部位の周りをちょっと回して、比較試験を行うというのが一つのテーマになります。で、左の絵が、まあ、これ去年の、1608公開の時の絵なんですけれども、サーフェスフロートの上にこういった1.2メーター、1.3メーターぐらいのタワーを立てて、そこにセンサーが乗っているという形になります。で、あとは、エンドのところにサービスターチェーン20メートルをつけて、10メートル浮くように浮力で、抱かせるような形でやります。それで、右の図にあるように A フレーム使ってサイドベールを2点吊りで上に吊り上げ器があるんですが、そこで、吊り上げて A フレームで入れると。で、サービスターチェーンを、まあ、ずるずると出していって、最終的には経線湖畔から入れてもらうというような形に、昨年度はやっていただきました。それで最後に、作業艇で、右の絵にあるように海面フロートとグライダーの間に台座があってですね、それ一体になっているんですけれども、その一体になっているのが、ベルトで止まっているんですけど、ベルトがスナップシャックルになっていて、作業艇から引っ張ってもらうと、黒いグライダー部が、水中に下に落ちてですね、間にはまっているスタンドが水に浮く素材ですので、それが横にずれてポカンと浮き上がってくるので、それごとそれも、そのスナップで引いたロープとつながって、ね、そのまま作業艇で回収していただければというような手順になります。で、さっき言ったように入れた後は、これは場所違うんですけど、5度サウスの100度の最後のスマトラ沖の部位の周りを、1週間から10日間ぐらい回します。で、その後は先ほど未来に向かうって話がありましたけれども、それ未来に向かうんですけれども、ちょっとオプションとして何個か考えていて、側線観測が終わった後に確定しますけれども、まあ、未来まで行って未来の定点の場所の周りで未来の周囲を 2,3 マイルの半径でくるくる定線観測中に周回させるというのがオプションの一つで、あとは、まあ、それが一番可能性高いんですけども、あとは、側線観測でちょっと面白い現象があるような場所があれば、そこを踏まえて CTD の側線を行ったり来たりするという形になります。で、3番目はちょっと可能性低いんですけれども、そのここの部位と未来の間を往復するというような形で、依然性はここら辺は、陸上のコントロールでやる形になります。で、基本的には1回入れたら定線観測終わるまでは回収しないという方向で、回収の時はですね、これも昨年度の
例なんですけれども、先ほど出していただいて、サイドから右側ですね、多関節クレーンを使って、一本釣りで、回収するという形ですけれども、今日ボスがちょっと補足していただいた、左下にある、シャックル付きのフック付きの、釣り具があるんですけども、ロープは3本なんですけど4点釣りの形で当てるという形で回収することに去年はやってますのでまた同様にやっていただければと思ってます。ウェーブグライダーに関してもこれで終わります。次に側回周りの蹴り系の話についてはい、そうですね。すいません、質問がもしありましたら、その場でお願いいたします。はい、では、V の方をもう少し細かい点ご説明したいと思います。この一番上の絵は植木さんが今ご説明したのと同様です。ADCP の後に今ユートレートの近い週が続いていくというような内容になっております。で、まあ、V の、については、まあこの記載の通りとなっております。これらの、資料に関してはまた別途データサーバーに移るようにいたしますのでそちらを、細かくはご覧ください。今回、まず回収する設置する部位の位置が、記載の通りとなっております。で17号機19号機でスマトラ部位の部位の番号97となっております。すべてMトライトンタイプになります。で続いて回収部位についてです。で回収部位についても全てMトライトンタイプです。ただ植木さんの方からご説明ありましたが18号機の方は、海面のトップ部位が流れておりましてそれはすでに回収済みです。ですのでワイヤー上端部から 11.6 メートル以下を回収することが目的となると。で部位の、回収する部位についてはトップ部位が切れてしまったものに関してはちょっと最新の位置、分かりませんが他の部位に関しては最新の位置情報を、回収前に、陸上から、情報を取って、ご連絡するようにいたします。でMトライトン部位の、水中部の、詳細となります。で、これは、これまでと、大きな違いはありません。ワイヤー上端から6メートルの位置から、センサーが、13個で水深500メートルまで。でオプションのセンサーとして、設置する部位には前期に300メートルに、先ほどの表以外に、ジャムテックで開発したジェステンというセンサーが、つきます。で回収部位にはオプションセンサーとかにございません。また、突起事項として鉄仮面タワーと呼んでいるんですけども17号機と97号機スマトラ沖の部位ですね、バンダリズム、まあ、人的な、破損に対応するための、鉄仮面と呼ばれる強化型タワーを、取り付けます。で、この鉄仮面タワー、一部がですね台車の今Mトライトン部位台車に乗っかってるんですけどもこの台車の上に乗っけた状態で取り付けられない構造になってます。
そのためですね、設置準備の際、まあ、あの設置の当日、前日のに、デフレーム下でトップ部位を台車から下ろしていただいてですね、その状態で取り付けをするというような形を取ります。はい、続いて、作業に関するお願いです。設置後のデータ確認、これいつも、お願いしていることです。設置後の、CTD 観測が終了次第、トップ部位の 0.5マイルに接近していただいて、V のデータを、確認したいと考えております。で、現在マストのに常設のホイップアンテナが、取り付けられてますので、それでデータを取る予定でおります。で、データの確認の使用時間としてはトップ V にアプローチ後、まあ、30分程度を予定しております。続いて回収時の切り離しについてです。M トレートの部位はスラック係留のため、切り離しの際に設置時のアンカーポジションに、操船していただいて、トップ部位の位置ではなくてアンカーポジションのあたりで、切り離し、かけていただきたいと考えております。で、アンカーポジションはここに記載の通りとなっております。で、 1.18 号機はアンカー位置がちょっと移動している可能性がありというところで、まあ、そちらは18号機の位置まで行って、リリースアットの、通信の結果ちょっと修正させていただく可能性がございます。また M トレート V、 リリースは切り離しからガラス玉浮上まで3時間以上かかります。ガラス玉浮上をですので、ガラス玉を、海面浮上して目視する前に、トップ V の引き上げを、始めるという方法で、まあ、これもいつもの通りだと思いますが、作業させていただきたいと考えております。その他です。設置回収のブリッジ野鳥を、いつもお渡ししています。で、そちらの記入今回もよろしくお願いいたします。また、18号機の、設置の18号機の、水中センサーの取り付けには玉対策のジグを使用しています。まあ、これ、昨年度から使用しているもので、ちょっと今までのと形状が違う部分もあるんですけども、取り付けの時間には大差ありませんので、その点は問題ないかと思っております。で、もう一点注意事項として、設置作業中、係留柵を繰り出し時に、係留柵が常に、ある程度のテンションを持った、まあ、緊張状態となるように繰り出しをお願いしたいと考えております。で、過去にテンションが緩くてその、絡んだことによって破断したというような事例はございますので、その点続いてトップ部位の導入方法です。昨年から M トレート部位の釣り方が、まあ、2種類ありまして、で、まあ、具体的にはものを見ながら、相談させていただきたいと思うんですが、その点、2種類ある点ということだけ今、続いて、あと今回の CTD キャストについて、M トラット V に搭載するオプションの水中センサー、先ほど申し上げた 300m につけるやつの試験を、いたします。で、ADCP の後に行う CTD を行う際に、そのオプションセンサーを CTD フレームに取り付けて、キャストさせていただきたいと考えております。で、その際にですね、データ取りのために最新装である 500m と 300m と 200m で、各5分を停止して、データ取得を行いたいと考えております。M トレートンのに関する、ご説明は以上となります。ここまでよろしければ、総会についてもう少しよろしいですかね。CTD は基本 1000m なんですけれども、5°S、95°Eのところでは、その CTD
を、アルゴフロートの、比較検証用の、データとしても使いたいと思ってますので、その時だけ、多分、設置し 5°S95°Eで設置した後の、CTD だけ 4000m まで、できれば取りたいと思っております。はい、では続いて、トップベイが流れた18号機についてもう少し、ご説明いたします。まずは18号機の、流出状況についてです。2005年2月7日この表の一番左の上の方ですねに、MR14-06 のウェブさんで、そこのイベントに記載のあるポイントに設置いたしました。でその後2016年1月20日に、ちょっと異常のメールが流れてきまして、翌21日に、流出という判断をいたしました。でそれからずっと流れ続けてですね、3月11日に横須賀で回収していただいたという結果です。でその際の、功績が失礼しました、でその流れた、18号機で、流れた部位の係留構成図は、こちらのようになっています。この係留構成図も、ちょっとこのままでは見づらいので、サーバーに保存しますので、必要であればそちらをご覧ください。で流れた際の功績図がこのようになっていて、まあ、設置位置から、まあ、こうぐるぐる回りながら流れて、まあ、最終的にここで回収したというような結果です。で回収時の状況ですけども、先ほどから何回か申し上げている通り、洋上の浮力帯とワイヤーロープの上端部から 11.6 メートルだけを回収しております。でですので、まあ、それ以外の部分は、全て、探知しているという状況です。で回収した時の写真です。まあ、ワイヤーが取り付けられてたりですとか、あと下にこう何て言うんでしょうね、漁具のような木ですとかそういうものがいっぱいついているような状況だったそうです。で切れた、ところは 11.6m のこの部分で、まあ、ワイヤー部がだいぶ錆びて、で皮膚がむけているような状態が見て取れます。でちょっと繰り返しになりますけど、まあ、この部分で切れているという状況です。で続いてその総会の手順の方の、ご説明をしたいと思います。で、まあ、回収するその18号機と呼ばれる、まあ、1.5S90E にある V、トップベイが流れていて、まあ、まずはその力車にコマンドを送ってその浮力を持っているガラス玉が浮いてくればそれをそのまま回収すればいいんですけども、まあ、浮いてこないパターンというものもあります。で計その、作業のパターンとしては3つを考えております。まあ、まずはそのリーサーの応答があるかないかというところから始めますと、まずある場合でそのリーサーの応答でリリーサーの切り離しができた、できてガラス玉が浮上した場合っていうのはそのガラス玉から回収していきます。でただリリーサーの音があってもリリーサーが切れない場合、もしくは、リリーサーは切れたけども、ガラス玉が中層で停止してしまう場合っていうのは、総回をする必要が出てきます。で総回のパターンも2パターン、ありまして、その中層でガラス玉が止まってしまった場合っていうパターンと、あとは、全然リーサーが切れなくて海底にその K が寝ているままの状態、まあ、その2パターン総回では想定しております。ちょっと繰り返しになるので、まあ、こういった構成の、上の部分がなくなってますよっていうのの、繰り返しになります。で、現在の、K の想定としては、こうガラス、先ほど植木さんからもあった通りガラス玉と、PP ロープの部分はちょっと浮いてるんですけども、そこから上の部分は、海底に寝てるだろうっていうような
リリーザーを切った場合にはもうこのバランス玉の浮力で浮いてくるだろうというような想定でおります。ただし、このガラス玉の浮力そんなに大きなものじゃないので、海面の流速が1ノット以上になると浮いてこない可能性があります。まあ、径がこう斜めになることで、距離が伸びてしまって浮いてこないというようなことが想定されています。で、過去にはまあ、通常浮いてくる場合はだいたい3時間ぐらいで、浮いてくることを浮いてくるっていうのが分かっていますけども、まあ、それ以上かかる場合にはそのまま浮いてこない場合があるということです。で、これはその、まあ、シミュレーションで、まあ、だいたい1ノットで浮いてこないというような例になります。で、もしその中層で浮いてこない場合は、爽快が必要になる、まあ、爽快のパターンの一つの場合ですね。で、その場合は船の友からですね、まあ、こういった、爽快策を下ろしまして、でそれに引っ掛けるというようなことを想定しています。で、その具体的な爽快策の、構成図は、この通り、考えております。で、こちらも、細かい、まあ、実際の絵は、データ束に置いておりますので、そちらをご覧いただければと思います。で、ここちょっと細かい点なんで飛ばします。で、その爽快の作業中に関しては、爽快策の、張力を監視する必要があると考えておりまして、まあ、こちらの、張力計を用いて、張力が約1トンを超えないように注意して作業することを考えております。で、回収予定の係留策が、まあ、海底の構造物とかに絡まったりとかですね、困難な状況になった場合は、できるだけ張力、まあ巻き込んだものをちょっと巻き出すなどして、ロープを切断するようなことも、必要かと考えております。で、先ほど、まあ、海底に、残地部の係留計寝てるだろうという、ことをお話ししましたけれども、こちらの絵が、左の方が、ちょっと見づらいですけども、この 2.5 マイルの、同心円になっていて、まあ、V のもともと設置したアンカー点からおよそ 2.5 マイルの位置をずっと漂ってたということで、かなり径は伸びている状態だろうというふうに想定していて、まあ、真っ直ぐ伸びているだろうというふうに考えています。ですので、まあ、海、中層に漂う場合、まあ、もしくは海底に寝てたものを爽快する場合も、まあ、ここの間を横切る形の爽快をすることで、取りやすい、径を引っ掛けやすいんじゃないかなというふうに。で、まあ、それの、まあ、船の、まあ、航跡模式図がこちらになっています。で、続いて今のがそのガラス玉が浮かない場合のパターンで、もう一点そのリリーサーがまた切れなくて海底に、径が寝ている状態を、爽快する場合のパターンです。で、爽快具は、先ほどとはちょっと違って、その全て沈めて海底を引きずるような形の爽快具になっています。で、この爽快具を、まあ、この寝ている径のところを、横切らせて、引っ掛けるということを想定しています。で、爽快具の構成については、こちらになりますが、まあ、こちらもデータ束に、絵は入れておりますので、そちらをご覧いただければと思います。で、こちらも同様に張力の監視を行いまして、まあ、張力 1.1 0トンも超えないように作業を行うことを考えております。で、まあ、ここまでちょっと駆け足でご説明したんですけれども、まあ、細かい疑問たくさんあると思いますので、別途ちょっと打ち合わせはさせていただけたらと思います。私からの説明は以上になります。どうですね、致死予料書の17ページの別紙7ですね。この上のところの18号機の爽快による回収方法の案ですが、ここに書いてあるところでは、リリーサーの切り離しができない場合は回収を断念するとなっているんですが、これはキャンセルで、リリーサーの切り離しができない場合も爽快をやるということであれば、進
カーの重量が 3.5 トンありますんで、切れてなければ1トンは超えてくると思うんですが、その時点で切るということでよろしいんですか。はい、そういった理解で。はい、まあ、またあの細かい打ち合わせは別に、はいはい、では、まあ、細かい話はまた、別途していただくとして、はい、よろしくお願いいたします。で、次にですね、ちょっと再起動の間、図なしなんですけれども、5度 S95 度 E の、3つ目のエムトライトン V のところで、先ほど申しましたけれども、アルゴフロットを投入したいと思います。で、投入するのは2機ありまして、1つは通常型の、フロット、もう1つは深海型のディープ忍者と言われるやつです。で、まあ、タイミングとしましては、トライトンを設置して、で CTD を 4000m までそこお願いしまして、で CTD の、終了後に、2機を順次、投入するという、流れを、考えております。来ましたね、考えております。で、はい。で、どのように投入するか、その投入方法についてはまた、ご相談させていただきたいんですけれども、例えば、通常型の方は、まあ、経線交換、もしくは、経線交換から、まあ、手で投入すると。例えば深海用フロートは、これはの、過去の事例だと、例えば A フレームを使って投入した時もあるというふうに私は聞いているんですけども、まあ、どのように投入するかっていうのはちょっとご相談させていただきたいというふうに思います。で、これが、この2機があるゴフロートの、まあ、作業となります。と、何かありましょうか。これ2機の投入は、同時じゃなければいけないか、それとも例えば別に時間、例えばどれぐらい話さなきゃいけないとか、どれぐらい付けなきゃいけないとか、そういう制限は何も、その辺の、制限はありませんので、まあ、あの安全な程度、話して、まあ、投入するという感じ。作業都合で構わない。はい、作業都合で構わないです。はい、この2機をやりたいと思います。次なんですけれども、でこの、
トライトン V をやっているあたりから、ラジオゾンデ観測を、始めたいというふうに、考えております。で始めるタイミングは、1.5 度の90度イーストのところから、8度 S の95度イーストのところに、向かう、向かっている、11月27日の日中から、まず、試験というか、まあ練習の観測を3回ばかり、そして29日の日中にも2回ほど、この辺のタイミングに関してはちょっと、ずれる可能性もありますけれども、少なくとも27日ぐらいから始めるということにしております。そして30日の UTC00 なので、その頃には多分、その頃には、インドネシアの時間ローカルタイムに、船内時間を合わせてほしいんですけれども、00UTC から、放給を3時間間隔で、実施する。でこれは、定点観測中も、基本的にはずっと続けて、レグ1の、放給としましては、1月2日の12時半の放球を持って、大体終わろうというふうに考えています。で、その間にですね、今回はその定点で3時間間隔以上のことをちょっとより高頻度の観測もしてみたいと思ってますので、そのテストを12月の2日ぐらいに実施して、手順などを確認していきたい。そして定点中の観測については後で述べます。ですので、もし可能でしたら、これは船内時間の話なんですけれども、1.5 度 S 90度イーストを超えた終わった後に、なるべく早く、インドネシア時間にしていただけると、嬉しいと思います。終わったあといいですね。その辺はい、そうですね。はい、7時間。で6時過ぎぐらい、はい、あ、じゃあ大丈夫だですね。じゃあよろしくお願いします。そうですね、31までに、はい、ウェブグライダーは先ほど植木から説明があったのを飛ばしまして、で、ですね、5度、ここでもちょっとご相談があるんですけども、5度 S の、100度イーストの、新規、M トライトン V を投入した後に、定点に向かうわけですけれども、ここが5度 S100 度イーストで定点に向かっていくわけですけれども、その、航路上で、ほぼ直線上に側線観測を行いたいと思います。で、側点は、この一番初めの M トラの部分も含めて全部で26点を、緯度にして 2.4 分、経度にして計で4分8分ずらしながら、26点、設定して、その上で、CTD と UCTD 観測を交互に、ほぼ交互に実施していきたいというふうに考えております。でここで黄色い点、
黄色いところが UCTD を考えているところで、赤いところが CTD を考えているところで、これを交互に実施すると。それから、その CTD の中間で、まあ、8回程度採水付き CTD を実施すると。でですね、ここで一つ注意しなきにしているのが、ここら辺に、海嶺があるんですね。でその海嶺のところでは、300メートルを切る可能性もありますので、例えば UCTD とかをすると危ない危険性がありますから、まあ、CTD で下をあのボトムを、監視しながら、実施、この辺は、実施して CTD を実施しなきゃいけないことが必要です。で、まあ、大体、29から30時間ぐらいで、まあ、でき私の見立てでは、計算ではできるのかなというふうに考えております。でですね、相談というのはですね、この、5度 S100 度イーストで、設置してM トライトン設置して、ウェーブグライダーを投入して、直ちに、この観測に入るわけで、なんていうか、ひそぐりといいますか、そう結構忙しい、作業になると思いますので、まあ、あのそういうのが可能かどうかということを、まあ、一応確認したいなということを考えております。いかがですかCTD と CTD の間が1時間とか1時間半とかになった。その辺はまた、別途後日、はい、相談させていただきたいと思います。まあ、もしも、まあ、無理な場合、まあ、待つことは十分。
辺はちょっとよろしくお願いいたします。はい、またお答えください。あ、そうですね、片山さん、はい、ここはどこ、私たちは大丈夫です。八王をそこから組み始めるんですけど、まあ、トレーター作業で設置なので幸い全員でなくても使用できますので、もう1日前ぐらいからそこら辺一繰りをまた、はい、後で相談させてください。でですね、側線観測の後は、定点観測に入るんですけれども、一応決まっていたのはこのピンクのこの辺り中でのどこかでやるということだけは決まってて、第一候補として、まあ、ちょっと前、いろんなところを、いろんなバージョンの資料で設置して書いていると思うんですけども、最新の第一候補はちょっとこの側線上に取った方がデータの比較とか容易だろうということで、側線上の一つ、今これですね、 L ちっちゃくて申し訳ありません。あとでこのスライドはデータサーバーに上げますけども、だいたい 1,2,3,4,5 6つ戻ったここら辺に、設置、で、付近で、定点観測を行いたいと考えております。だいたいこれが、陸上から100キロほど離れた点になります。前回は、ちなみに前回はここら辺でしたね。ここら辺で、40から50キロあたりでした。それよりももう少し離したいということで、その辺りに行きたいと思っております。はい、それでですね、あ、これは、その定点観測をするの時の、まあ、模式図でして、未来で観測をするのと、あとさっき陸上の沿岸都市ベンクルにも、我々の部隊が行ってまして、そこでも観測をすると、あと、まあ、トライトン部位も含めまして大体こう一直線に並ぶぐらいの感じになっておりまして、このような、まあ、海陸、もしくは2箇所もしくは3箇所での同時観測になります。で、定点観測中のスケジュールですけれども、我々が行いたいのは、3種類の観測を、3時間間隔の、ルーチンで行いたいと。で、まず、決まっているのは基準時刻が、まあ、00から21 UTC の30分前にラジオゾンデを放給して、その後、CTD 観測を行って、CTD 観測は06の UTC だけ 500m で、あとは 300m ぐらいの深さ、深までの、観測です。で、その後ですね、ターボマップの観測を 300m 深で行うと。で、おそらく、CTD とターボマップを合わせて1時間ちょっとぐらいで、まあ、終わるんではないかというふうに、1時間ぐらいで終わるんではないかと、まあ、そう、見積もっております。で、これを3時間間隔で、行うということと、もう一つですね、今回ラジオゾンデだけ、より頻度を上げて、観測をしてみたいします。で、それはですね、午後から、未明というか、まあ、深夜にかけて、この3時間間隔の間を埋めるような感じで、1時間間隔でラジオゾンデを放給するということで、1日につき6発、多く、放給をするということになっております。そうなるとどうなるかというと、上と同じような感じで、ラジオゾンデの後 CTD ターボマップをやった後に、さらに基準時刻の30分後、つまり1時間後にラジオゾンデをもう一発、さらに90分後にももう一発ということで、いうのを行っていきたいというふうに考えております。で、この観測、この高頻度観測っていうのは、定点期間中ずっとやるわけではなくてですね、計9日程度実施したいというふうに考えておりまして、で、いつ実施するかについては、これは
この高頻度観測が意味があるような大気状態っていうのがありまして、端的に言いますと先ほどの MJO が来ていない時、はい、にやりたいと思っておりまして、その状態を見て判断したいと思うんですと思っております。で、こういう判断は何日前までにすればよろしいでしょうかというのが一つ聞きたいことでありました。その日で。あれですね、はい。その日で大丈夫ですか。大丈夫ですね。わかりました。じゃあ、こちらは、まあ、こちらの、まあ、なんていうか、制限、あとは、大丈夫ですか。ハブマップの終わる時間と、この30分後のゾンデホップがちょっと、かぶるかもしれません。はい、その時は、ハブマップの方が優先なので、ゾンデのデホップの準備をしておいた方が、必ずハブマップする時は、多分巻き上げ時になる。右舷側から風を受ける体制の方が多い、そういうケースが多いというふうに言われて、その時はちょっと呼吸のことを想定してみたら、はい、そうですね。そのためのちょっと人員配置を考えようと思います。はい、やってみてですかね。だから多分そのお尻にも採水がなければ大丈夫ですけど、まあ、その30分でぴったり終わるかとかっていうのは当然状況で変わります。まあ、ちょっと微妙っていうところだけは可能性があります。手放球になると、技術員さんもプラス1必要になる。まあ、別に、まあ、我々が絶対つかないとダメってわけではないと思うんですけど、外に2人はいますので、で中に1人、そこの部分をちょっと高頻度をするときは、こちら研究者サイドとしても何人か余裕がありますので、バックアップに出ることができますから、はい、ちょっとその辺の人繰り調整させてください。はい、で続いて、この定点観測中の、まあ、どのように船を動かしていただきたいかということなんですけれども、まずそのラジオゾンデ補給の時は、定点設置して設定した定点から、まあ、半径2マイル以内をめどに、まあ近づいていただいてそこで実施したい。そして、CTD やターボマップを行っていない時の操船としましては、我々一般海上気象データを使いたいと思ってますので、なるべくそのフレッシュな風、それからフレッシュな海水を観測、測定できるように、まずは船首側から相対的な風を受けるような操船をお願いしたいと思います。それが第一のプライオリティで、でさらに可能ならば船首側から潮を受けるような、相対流行を受けるように、操船をしていただきたい。船首側っていうのは前面、180度ぐらいという意味ですね。前180度前側から、受けると、の どこかから受けるような形。そして、さらにですね、そのシースネークを、表に、垂らしておりますので、それはあまりにも船速が大きいと、跳ねてしまったりとか、あまり、よろしくなりませんので、支障を及ぼさない程度の、まあ、船速を言っていってほしいと。だいたい、言っても数ノット程度のゆっくりしたスピードで、行ってほしいというふうに、考えております。で、まあ、優先順位としては上から順番に、
来ております。ので、この優先順位で、お願いしたいと思います。はい、垂らしっぱなしの予定です。で、まあ、停電前に、終了前に回収する。作業としてはただ採集して培養するだけなんですけれども、ここちょっと船側の方にお願いしたいのは、一つ培養を2種類の方法で考えてまして、一つは、オンデッキの水槽で行うもので、通常、何度か未来でもやらせていただいてますけれども、右舷側の海水、表面海水が出るところの近くに設置していただいて、水槽は今回1個だけで 120×90 の、まあ、小さい水槽なんですけれども、それを設置して、表面海水をもうかけ流し状態にしたいので、毎回いつもその写真のように、枠を作っていただいていたんですけど、もし可能であればそれをまた設置していただきたい。で、この水槽、オンテックの水槽を使った実験は、定点みたいな観測を予定していますので、それまでに、設置していただければと思っています。で、もう一つ、ウェット2で、の培養も行う予定でして、こちらの方は、まあ、実験室で行うものなんですけれども、水槽、その光とファンをつけた水槽と、サーキュレーションのクーラーが1セットとなっていまして、これがちょっと電源がちょっと大きくて、クーラーの方が1つ13アンペアで、水槽の方のライトとファンが6ぐらい。でそれが3セットあるんで、その電源をちょっとウェット2でどこの系統が持ってきたらいいのかとちょっと確認させていただきたいなと。で、前やらせてもらった時は足らないんで、ウェット1の方からちょっと引っ張ってきたような気もするんですけども、ちょっとどうしたらいいかちょっとそこだけまた相談させてください。で、あと、基本的に観測自体は、定点で考えてるんですけれども、V 観測点でももし可能であれば、その、オンデッキの水槽じゃなくて実験室で行う方の観測を可能であればしたいんですけれども、ただこの観測は、午前中に実施しないとちょっと意味がないので、まあ、本来 CTD があればその時でもよかったんですけども、おそらく CTD 観測は V 設置後となるんで午後になる。回収前はあるんですか？回収前もあります。回収前は、朝6時とか。ああ、そうですか。あ、じゃあそのタイミングでバケツと CTD ともし可能であればやらせていただければ。2点か、8度サウスと5度サウスは回収前の CTD。 もっと北の方は、北は、1.5 度はもう特別がないので、 CTD はやらない。その V 作業の前にバケツだけやるってことは可能ですか？はい、じゃあ それ、まあ、その作業、午前中にちょっと再生だけ出してくださいということです。はい、それさについては以上。終わった後、設置は終わった。回収して設置やって、あ、そうかそうか、じゃあ夕方です。
はい、よろしいでしょうか。ではですね、定点は そのような感じで進めていきたいと思います。で、1月1日頃をめどに定点を終了いたしまして、でその直前に、シースネーク と、先ほどの、ウェーブグライダーを、回収してします。で、最後ですね、戻る前に、もう一度、側線を、今度逆方向に、戻るんですけども、時間があまり、ありませんので、帰りは UCTD だけを行いたいと。で、あ、 UCTD は我々は経線後半に設置して行いたいというふうに、まあ、考えております。可能でしたら。で、UCTD を、この前回 CTD をした赤いところだけ、つまり、やっていくんですけれども、一箇所今度は、海嶺のあるところではもちろん危険なのでやらずに、最後まで行きまして、で最後、M トライトンのあるとあたりでは、まあ、時間が どんだけ余っているかに、計算、後で、後っていうか、まあ、定点終わりに近づいたら計算をしてですね、見て、もし可能でしたら、時間的に可能だったら最後、もう一度 M トライトンと比較できるように CTD を 1000m まで行いたいというふうに考えております。で、最終的には1月2日の夕方には全部終わらせたいと、行きたいと思っております。ここはそのここの点で、だけもし時間の都合がとか片付けの都合などが合えば、やりたい。だけど、もしダメならばちょっと、時間的に余裕がないならばここも UCTD で最後終わらせる。はい、どちらかをやるということです。すみません、この側線観測してるときはゾンデは何時間ですか。ゾンデは、3時間おきで、2日の昼なので、どこら辺だろう、ここら辺ぐらいまでかなという。その時は、手放球になると思います。コンディションが良ければ放球筒を使えますけども、まあ、はい、まあ、後で後で調整のことを思ったんですけど、測定に関して、まあ、例えば一覧ですけど、MR1 号店の時には測定の観測、時間ホテルでされてましたので、CTD。なんで、例えば今、報酬とかそういう話があって、CTD で、でも UCTD も、例えば時間ホテルで、ポイントを通過するようにすれば、ゾーンでの呼吸でのタイミングを取りやすいかな、こちらかと思います。まあ、後で要件とかと思います。わかりました。火星は何とことは分かりません。この時期は割と反対に。本当に。で、レグ1が終了で、最後でジャカルタまで行くと。でジャカルタから沖縄ですけれども、行うことは、まあ、各種連続観測とあと、ラジオゾンデの6時間観測で、まあ、上げていきたいと。なので、まあ、ですね、とはいえ消耗品がなくなり次第ラジオゾンデ観測は終わるというような、ことになっておりまして、で連続観測はその後も続けるんですけども、インドネシアの EEZ を抜けて途中フィリピンの EEZ に入ると思いますので
て、その間では連続観測は、まあ、もちろん停止、したりしますというような、感じでレグには、なっております。で、インドネシア人の乗船者に関しましてはレグ1は、昨日、3名セキュリティオフィサー合わせての乗船しましたけども、この3名はレグジャカルタでおりまして、でレグ2は、BPPT から、1人、だけ、乗船、沖縄まで乗船いたします。で、彼になんかセキュリティオフィサーとしての、まあ役割も、持ってもらって、沖縄まで一緒に、来ますので、その間インドネシアの EEZ の中でも観測は行えるといったことになっております。はい、私からは、以上ですけれども、何かご質問等ございましたら、よろしくお願いします。定点は1日の 18UT、UTC ってことはよくついてた、ローカル時間の、夜中。ちょっとここはちょっと計算しただけですので、最後2日の夕方に100度に戻るような感じで、戻れるような感じで、まあ、時間を置くみたいな。1日の日中にウェブグライダーを回収する。そういうこと言えない。3時間観測のスケジュールの中にウェブグライダーの回収が入るっていう。うん、それは大変か難しいかもしれないです。ちょっとその辺は、はい、調整しなくてはいけません。もしかしたら、場合によっては CTT ターボマップを1回スキップするということも、まあ、はい、あり得ますね。会場によって多分上ぐらいでの会社に入られていない場合もあり得ますよね。はそれは、はい、用意いたします。皆さんから殉職費を集めて、多分就活料理をお金集めること前提で積み込んでますんでね。はい。お金は回収しなきゃいけないんですけど、いつ出せばいいですかね。ということで、いや、お金だけ払っていただけて出さなくてもいいんだったらそれでもいいんですけど、とか、まあ、そのジャクラと出た世代にやってもいいんですけど、ちょっとね、まあ、3日の日の方、まあ、3日の日なんですかね。3日の日、いつも大体、朝でね、おせちのおりを1つ
テーブルの上に並べて、出しておりますので、ただ多分2日じゃまだね観測消毒してる人がたくさんいらっしゃいますんで、3日なのかな、まあ、2日の夜から皆さん、まあまあ、大晦日のように飲んでいただいてですね、で3日明けて、まあ、おせちを食べて静かに正月を過ごしていただいて4日に行こうというような流れかなと僕は想像したんですけど、ちょっと、はい、あとで、片付けもある、3日の日は片付けも始めてってですね。いや、あの、ただ、食事は並べて置いてるということなので、あの、好きな時に食べれるような状態です。ははは。あ、正月楽でどんちゃんするというわけではないですよね。どんちゃんする。大丈夫ですよね。まだ時間があるので、ちょっと考えましょう。一人いや、まあ、お酒食べるんですよ。来たら。お酒は。ちなみにあの住んだらあたりってあそこ海賊対策とかはい、じゃあ、正月料理とか、その辺の、その最後のところは、またちょっと、そうですね、はい、そう、はい、見てきてから、はい、相談させてください。はい、ありがとうございます。他に何かございますか？じゃあまた何かありましたら、はい、随時、相談させてください。はい、では本日はどうもありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。言い忘れてましたけども、EEZ、インドネシアの EEZ に入る時間、そろそろもう入ってると思います。そろそろちょっとあの正面で押さえて、そろそろ入ってると思います。で、午前中にインドネシアのセキュリティオフィサーから、観測の、許可は得ましたので、3時30分を、スタートとしまして、連続観測の方を始めていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いします。